さんこんにちは、かっちゃんでーす。アマゾンや。はい、ということで今日は、まあ、私揚げ物をよくするんですけど、結構毎回油ポットに油入れたりするのが結構面倒で、コメントとかでもかっちゃんさんフライヤー買ったらどうですかっていうコメント結構いただいてて、今回アマゾンでフライヤーを買ってみました。お家で揚げ物屋さん、唐揚げが一度に15個上がる。結構揚げたりもするので、業務用買うか迷ったんですけど、業務用はしまっておくのに結構場所を取りますし、油の温度もちょっと上がるのが遅いんじゃないかなと思って、今回はちょっと大きめの家庭用サイズのフライヤーを買ってみました。今日はこちら少し開けて紹介しながら、いろいろと揚げたいものを揚げていこうかなと思います。片付ける。アレンさんおはようございます。あら、新しいお家やね。なんだここは、なんか違う、僕の家じゃない。アレンのお家だよ、アレンの。全然感動がないやん、もう無表情やで。全然感動がないな、僕は。はい、では早速フライヤー開けてみましょう。中にはフライヤー本体と電源コードと説明書が入っています。だいたい大きさが5合炊きの炊飯器の一回り大きいくらいの大きさになってます。フライヤーの上の部分が蓋になってて、揚げかごが下ろせて、温度も調節できて、タイマーもついててすごい便利そうなので、今回こちら買ってみました。こうすると、おー、上がる的な。このね、ここをカチッとやると油に浸ってくれて、これを上げると、カチャッと取れる感じですね。ここはダッシュフィルターの替えがついてて、ダッシュフィルターっていうのがついてるので、油の匂いを上げてる時に軽減してくれるとのことです。このカゴ使うとだいたい iPhone X が 2.5 個入るくらいの大きさかな。結構揚げかごは大きいですね。この油ポットが外れるので、外して洗うこともできます。と、さっと洗っとこうかな。油は最大で、ここがマックス 2.5 リットルで、一番少なくて 1.7 リットル入ります。業務用とかだと4リッターとか6リッターがあると思うんですけど、やっぱ家庭用なので油の量は少ないです。キャノーラ油を入れるよー。てくってって。はい、では今油1本と中途半端に余ってたのがあったんで、だいたい今最低量のちょっと多いくらいまで油入れました。で、ここの上窓を曇らないように少し油を塗っとくといいみたいです。ちょっと薄くね、油塗っときます。カゴをセットして、コンセントを挿して、ここに電源の入れる切るボタンがあるので電源を入れて、160度くらいに油を温めていきます。はい、じゃあ今適温温度、下のランプがピカッと一回光ったんですけど、これで適温まで油の温度が上がったので結構早かったですね。6分くらいで温度上がりました。では開けて、網を上げて、クインクルポテト、カゴの中に食材を入れていきます。食材を入れたら、このね、蓋があるんでいいですね。全然なんか熱くないし、覗き穴から中の食材が見えるんで便利ですね。すごい、全然油臭さがない。このフィルターがついてるからでしょうね。揚げ物してる匂いがないです。目覚まし時計みたいになってる。電源は自動的に切れないんで、電源を切って、こんな感じに揚げ終わりました。あと少しここで油を切りつつ、めっちゃ美味しそうやん。揚げたて、お味やいかに。ふぅあぁふぅハンコヘも豊富まほない。こんな感じに揚げ終わりました。ポップコーンシーズニングなんですけど、これをちょっと塩の代わりにかけて、おいおい、チーズ風味フライドポテト完成です。食べる？どう？超美味しいよ。ちょっとチーズ風味。
次は170度で、これも買ってきたんですけど、エビフライを揚げていきましょう。トレイが大きいからいっぱい入るね。目覚まし時計。はい、では電源を消して、おお、いい感じに揚がってますね。こんな感じに揚げ終わりました。カゴにちょっとこう揚げカスとかがついてたら、このまま捨てれるので、きれいに払って、では最後にカツ用の豚肉に衣をつけておいたので、これも170度で、多分パン粉がついてるから大丈夫だと思うんですけど、天ぷらとか衣があるものは先にこのトレイを下ろしてから食材を入れるみたいです。あとカツも余裕で2枚くらい入ると思うので結構大きいですね。おお、朝です。はい、じゃあとんかつもすごい簡単だったんですけど、いい感じに揚がってます。では取り出していきましょう。 OK。 はい、ではこんな感じで揚げ終わったので早速食べていきましょう。はい、じゃあ早速こんな感じで新しく買ったフライヤーで揚げ物をしてみたので食べてみましょう。それでは本日は明日の塩ライチサワーで乾杯。乾杯。くぅー、おいちい。じゃあ早速いただきましょう。いや、ずっとフライヤー欲しくって、すごい業務用のやつ買うか迷ったんですけど、やっぱ業務用はかなり場所取るので、うちのキッチンそんな広くないですし、家庭用の大きめのやつ買ってみたんですけど、ちょうどいいくらいの大きさでしたね。ではこの若干しなしなのフライドポテトいただきます。シナポテ。ほんとあのフライヤー取っ手を下げると自動的に揚げかごがさって下がってくれるので、かつ蓋ができるので、ほんと油跳ねの心配もなく、すごい簡単にポテト揚げれましたね。でやっぱり火を使ってないからか、あんまり熱くなかったです。いつもほんと夏場キッチン暑いので火使ってるともう揚げ物億劫なんですけど、いつも揚げ物をしてる時より快適に調理することができました。で温度設定もレバー一つでしっかりできるので、食材をパッと入れてカゴを下ろすだけですごく簡単に揚げ物が作れると思います。ではこのカツを味噌とマヨネーズでいただきます。どえりゃうめや。カツは自分で衣をつけたんですけど、食材同士がくっつかないか不安だったんですけど、結構一度にたくさん揚げれるので、ほんとカツだと2枚分くらい食材同士もくっつかずに、噛んだ時にこのカリッとした感じのすごいカラッとしたとんかつに揚がります。やっぱ油を一定の温度に保ってくれるし、タイマー設定もできるのですごい便利でした。なんかめっちゃカラッと揚がってますね。エビフライもこれで多分12センチくらいの長さなんですけど、このサイズでも8匹くらい入ったので、もっと大きいサイズのエビ揚げたい方でも入るので、これ長いエビフライ揚げたい人なんかにもおすすめだと思います。で値段も Amazon で1万円くらいだったかな。結構大きい割にはお値打ちだったので、結構レビューは少なかったのでどうかなと思いながら買ったんですけど、私みたいに結構ね揚げ物をする人にはすごくおすすめだと思います。はい、ということで今日はフライヤーの紹介と早速いろいろ揚げてみた動画でした。私よく揚げ物するんで、けど夏場ってすごいキッチン暑くて揚げ物億劫なんで、フライヤー欲しいなとずっと思ってたんですけど、いろんな機能が備わってて結構お値打ちだったんですけど、すごいいい商品でした。温度設定もすごい楽ですし、すごいカラッと綺麗に揚がりますし、使い勝手もいいので、揚げ物される方で気になってる方見えたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャパダバイフライ。夏
夏場なのになぜか揚げ物がしたくなる。